動画じゃないんだ。ジョイフルでーす。イエーイ。パフェでーす。イエーイ。これでいい？いただきます。いただきます。大分岐点。9月にファミリーレストランジョイフルが200店舗閉店するというニュースが流れました。あと私たちはジョイフルが大好きなので、ジョイフルを応援するためにできるだけジョイフルに行ってるんですけど、その様子をご覧ください。どうぞ。今日はジョイフルに来ています。お話を受けてですね、我々ジョイフル大好きにはですね、すごく衝撃を受けて、今まで週どんくらい3度、うん、多い時は4ぐらい、うん、3、4来てたんですけど、まあ、今日から来るたびに動画を撮りたいと思います。みんなが何を食べたか、うん、今日のメンバーはだこ、お水、みさと、みさと、すげえ顔やった。何ですか？揚げ鶏の鉄板焼き、ニンニクのやつ、ご飯は普通盛りです。今日は美味しそう。食べます。はい、食べます。美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。また来ましょう。バイバイ。大分岐点。今日は夏希さんがとってもジョイフルが来たいってからみんなで来ました。人のせいですレジュージャック。何でしょう。和風、私は和風サラダです。美味しそう。思ったよりボリュームがあってびっくりしたサービスがいいですね、ジョイフルさん。うまい。そしてパフェで何食うのか全く見えない。ゆうかのその食べ合わせは何なの。これは私の減量メニュー。減量メニューでなんでこれも一緒に食べるの。これとなゼロカロリー用確かに冷たいもん。何だ、うん、パフェ、うん、ガチガチガチブロッコリーとトマトのなんとかチーズ、チーズ焼きだ、チーズ焼き普通、これゲッツこれはニンニク醤油の揚げ鶏鉄板。これめっちゃ美味しそうね。が残すだろうと信じて量を自分の量を減らしたものがこれ。絶対残す。それ彼氏やったらうちも安定。そういう人好き。いただきます。ニンニク醤油。あれ絶対美味しい。インサートみたいな。よってよって。プル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 みたいな。ユーチューバーやな。豚汁、クローズ、足りない、あ、めっちゃ、バカ鶏、クローズ、なんちゃら、バカ鶏、なんちゃらこんちゃら、ジョイフル応援メニューですね。大分岐点。
昼間ジョイフル。ジョイフル応援企画。バーギアクション面白い面白い。いやもう今一番食べたかったっぽいしっかり系ですね。ほい日本語にあんまり仕方ないね。意味ないからね。でも余裕悪いことしないですね。さやかちゃん本当に嫌いなもんね。椎茸、あ、そうか、そうか、椎茸かな。ゆうかも嫌いよね。椎茸、トマト、この辺が嫌いな人多いよね。美味しかったですか？美味しかった。完食。またジェイフル大好き。ジェイフル大好き。またジェイフル来ましょう。